ということで初めててのウェブマーケティングやっいいいきたいと思います僕自身はですね、慶応の在学中の19歳の時に今の会社を起こしまして、今17年目になっております。東京大学の大学院の松尾研究室の GCI と MIT Sloan というマサシューセッツ工科大学のビジネススクールの経大学院でデータサイエンスとか真相学習に関するプログラムを終了しています。まあ、個人的にはですね、ウェブ解析の画面を見ているだけでお酒は飲めるっていうタイプなので、まあ、ウェブ解析大好きっ子だと思っていただければと思います。で2019年2020年 にはですね3万7000名のウェブ解析者の中から2年連続で日本一に選ばれておりますというわけで今日はですね「広げる」というのをテーマにちょっとお話をしていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、3冊の専門書1件の海外文献そして1件の専門サイトを分かりやすく紹介していきながらそもそも「広げる」とは何なのかマーケティングっていうのは何なのかっていうことの確信に迫っていければというふうに思っておりますまず1冊目紹介していきたい本なんですが「シェアしたがる心理」えー、天野さんという方が書かれている本 をですね紹介していきましょうこれどんな本なのかっていうとですねいろんなそのシェアに関する内容をですね学術的にもそして事例満載で紹介してくれているまあ領書だなというふうに思っていますこの中に書かれていたスナップレイスっていう事例がを紹介していきたいんですがスナップレイスはですね映えるスポットっていうのをひたすら特集しているサイトなんですねどんなのがあるかっていうと例えば茨城県でイタリア旅行っぽい写真が撮影できる桜坂ビバーチェっていうところがあったりですとか あとはミレニアムピピンンククっていう全体がめちゃめちちゃゃですみたいな駅を作っている鳥取県のですねこういう山形駅っていうところがあるんですけどここで駅全体を完全に演出しているみたいなものをやったりしていますあとは宮沢賢治童話村っていうところではですね童話の世界の中に自分が入り込めたかのような体験を提供するような場所というのを提供していますそして「ペアレスガール」って皆さんご存知でしょうかここれは国際女性デーっていうところににですね時に登場したまあ銅像を みたいななもものなんですけれども金融業界における女性の給与不平等だったり役員会における女性の比率の低さっていうのを訴えた、まあ、銅像っていうのがあってですねこれがですねカンヌライオンズ国際クリエイティビティフェスティバルでグランプリを受賞したという、まあ、内容なんですねこれのその広がり方っていうのが非常に面白くて単純にですね非常にメッセージ性が強い銅像だったっていうことはもちろんあるんですけどその銅像なので、まあ、物理的に僕ら関わることができるわけですよねなのでインスタ イングラムとかでえー、っとこの銅像と一緒に写真撮影をしてその内容をシェアするっていう人たちっていうのが一気にガーンと急増したということがこのフェアレスガールの大成功の理由だっていう,ふうに言われてるんですね。つまりシェアするっていうのは単純にですね面白いからシェアするっていうのもあるんですけど何かしら自分の体験に関わってくるというか自分のタイムラインに載せるか載せないかっていうのを実はそれぞれが選んで考えて配信している。 編集しててててていいいいいいいるるるっっっっううううううここことととににに気づけかかかかどののがシェアされるかされれななろろ奥深だふ個人的には思ってます例えばツイッターとかでですね拡散されやすいものとされづらいものっていうのを考えた時にまあ多くの人はですね大体その自分の主張をただそのまま伝えるっていうツイッターがまあ9割9分なんですよねでも実際に拡散されているものを見るとですね拡散されている内容って大抵の場合自分のタイムラインに載せたいなっていうふうに多くの人が思えるような内容になって そこに注目できているかどうかつまりツイッターとか SNS はそれぞれミニメディアであるっていうふうに捉えているか捉えていないかによって実は SNS のの中でのシェアといいいうことっていううこはは大きく変わるなにううに個人的には思っていますでそのタイムラインっていうことは言ってみれば編集長がツイッターをやってる本人インスタグラムやってる本人みたいな感じになるのでその人たちがですね自分のタイムラインというメディアの中にその内容を載せることに によって自分ににととっっっててててメリットがあるるるのかかどうかっていうういいいことを吟味し考えるわけですよねなのでそこに乗せられるかどうか当てられるかっていうのが実は大事になってくるんですけどこの「フェアレス・ガール」っていう事例はこの銅像っていうことを物理的にシェアしているのでこの内容面白いよねっていう紹介になりつつ自分の意見っていうのを重ねてシェアすることができたっていう事例としてとても優秀だったんじゃないかなという事例です。でこんなですね内容についてジョーナ・バーガーっていう方がですね バイラルのの法則ってていいうのを紹介しているんですねなるほど人が人にものを広げるシェアをするバイラルっていうのはどうやら法則があるんだっていうことをジョーナバーガーは言ってるわけですけどそれはどんなものなのかっていうとステップスっていう法則だっていうふうに言うんですねステップスってどういうことだろうあんまり聞いたことないななんかのステップ手順みたいなことなのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、これ実はですね頭文字で全て出来上がっていますどんな頭文字 なのか見ていきましょうまず最初の「S」はですねソーシャルカレンシーっていうことの「S」ですねこれはどういうことかっていうと他人に自慢できるかどうかとかっていうことを示唆している言葉であるということになりますそして次は「T」トリガーですね思い出しやすいきっかけがあるかどうかそして「E」 エモーション強い意外性があるかどうかそしてパブリック人の目に触れるっていうことを意識しているかどうかってことですねさっき言ったあのツイッターとかソーシャルのオーナーっていうのはそれぞれがミニ編集長だっていうことなんですけどその人たちがシェアしやすいかどうかってことに考えるわけですねあくまで自分を主語に考えないっていうのが SNS とかでいいポイントかなというふうに思いますねそしてプラクティカル・バリュー実用的な価値があるかどうかそして最後がストーリー物語があるかどうかまあこのですね6つというのがジョーーナ・バーカーが 考えるバイラルの法則だとということなんですよねはなるほどとねこれあのあくまでジョーナバーガーも言ってるんですけど全て盛り込んでやろうっていうふうに考えるとこれ危険で破綻しやすくなりますこの中でも何個か入ってるなっていうものでいいっていうふうに考えてくださいでそうするとまあこういうジョーナバーガーのバイラルの法則っていうのは取り入れやすくなるかなというふうに思っておりますただですねこれあくまでコンテンツの特徴ですよねということはコンテンツに関しての特徴としては抑えることができるけれども これを数学的に捉え直すためにはどうしたらいいのかという観点が実はここにはちょっと抜け落ちているわけですよ。じゃあその数学的に捉え直した時にバイラル、口コミ、広がるということはどのように定義できてどうやって活用することができるのか。 っていうのがものすごく大きなポイントになってきますよね例えば100回シェアされたっていうのはバイラルなんでしょうかっていう風うに数学的な脳になると考えるわけです敷地ってどこなんですかってことですよね1回シェアされたらバイラルですかそれとも2回ですか3回ですか4回ですか100回ですかで質問されるとうんそう言われてみると何がバイラルで何がバイラルじゃないのか境目がわからないな敷地がわからないなっていうような気持ちになりますよねつまり 実はバイラル性がある状態というのは何回シェアされたかという結果。 に依存しているのではなく実はバイラルとととといいいううもものはもっっ厳格に定義すすするるここがででできんんじゃななかてよ例えばツイッターとかのですねバズとかもですねちょっと振り返ってもらえれば分かりやすいんですけどもちろんですねフォロワー数がめちゃめちゃ多い人がつぶやいたことっていうのが急拡大で広がるこれよく見る光景だと思いますただツイッターとか普通にやってる時にですね本当にそれだけが爆発的なシェアを生んでるでしょうかっていうところにちょっと立ち戻ってほしいんですよね 全く知らなかったけれどもめちゃめちゃつぶやきだけが拡散されているってケースって見たことないですかなんか2万リツイートとかされてるよみたいなそういうバズのタイプって見たことありますよねじゃあそれなんだろうと思ってこうクリックしてですねプロフィール欄に行くとフォロワー200人とか普通にあるんですよ200人なのにめちゃめちゃ2万リツイートされてるこれって変な感じがしませんかフォロワーが多い人が拡散しているではなくてコメントが異常にシェアされている状態というのが そそもそもあるわけですよねこの動画ではこれが一体なぜ起きているのかそしてどんな法則が裏にに隠されてていいるのかのか秘密に迫っていきますそれはじゃあ何かというと実はですね紹介したい記事次にあります海外文献を紹介しましょう何かっていうと The Proven Scientific Approach to Go By Law っていう記事があるんですけれどもバイラルっていうものの敷地っていうのがどこにあるのかっていうことを捉えることに成功した非常に素晴らしい海外文献なんですねこれをちょっと解説していきましょうどういうことかっていうとですねバイラルの最高の状態とは何かっていうことを明確に定義してしまったわけですよこれ何かというと k イコールインバイツ×コンバージョンっていうふうにま書いてるわけですね上の公式で基本的にはですねバイラルの定義っていうことができますよっていうことが書かれているわけです んでもちょっと待って俺あ,のマあんまり数学得意じゃないからっていう人いらっしゃるかもしれませんが大丈夫ですゆっくり説明していくんで今この時点ではうーんそうなんだなんかそういうのを定義した人がいるんだなーっていうふうには思ってもらえれば大丈夫です一個一個ですねストーリー形式でこの後説明していきますので安心してくださいまずですねじゃあバイラルじゃないものっていうのが何なのかそしてバイラルっていうのが何なのかってことが分かればさっきの公式の意味っていうのはどうやら分かりそうですよねというわけで でバイラルではないい状態っててうのを考えてみましょうまずですね1000人の来訪者がやってきましたそしてその人たちがですね20%ぐらいがですね何かしらの,そのコンテストに参加してくれたとそしてそのうちの10%がソーシャルメディアで、えー、とコンテンツのシェアをしてくれたよという状態を考えていきましょう平均して各それぞれのシェアの結果10人の新しい来訪者がですね初めてコンテストを見ることになるとそんな状態っていうのを考えてみましょうそうすると このシナリオでは、バイラル係数、さっきの K で表されてたところですね。っていうのは、コンテストに参加してくれた人は20%なので0.2っていうのを入れます。そして、その後10、10%がソーシャルメディアでコンテンツをシェアしてくれたので0.1をかけます。そして、それぞれがですね、10人の新しい訪問者が初めてコンテストを見てくれたよということなので10を入れます。ここの1っていうのは何回シェアしてくれたかっていう数なんですけど、まあ、今回は1回だけページをシェアしてくれたよ。 っていう形になりますそうすると 0.2×0.1×1×10 ってことで答えは0.2っていうことになりますねこれはですねまあ確かに1,000人の人が訪れて200人がサインアップしてくれて20人がシェアしてくれてそうすると200人のビジターが新たにあた、ま、現れてその200人のビジターがやっぱり同じように 20%20 20人がサインアップしてくれて4人がシェアしてくれて40人のビジターが現れてっていう風にこう続いていくんですけど何が問題かっていう いうと減衰していくモデルだんだん数字が下がっていってしまうモデルっていうのがこのバイラルではない状態っていうところで起きてしまっているっていうのが課題なわけですねじゃあですね逆のケース考えていきましょうかバイラルである状態っていうのは一体どんな状態なのかバイラルである状態というのは実はこんなケースです例えば1000人の訪問者がですねコンテストに来たとしてそのうち15%の人がですね平均して1 1.5回ずつシェアをしましまたその結果1回のシェアあたりで15人の訪問者を連れてきたっていうケースを考えてみましょうこのシナリオではですね最初、まあ、40%がまあサインアップしてくれてそして15%ですねの人がシェアしてくれてでそれが1.5回シェアしてくれましたと。で15人ずつ来た。 っていう計算になるのでバイラル係数って言われる最初のところはですね1.35っていう数字になりますよねここで大事なのはバイラル係数っていうこの状態っていうのが1を超えているぞってことなんですよ1を超えているさっきのバイラルじゃないことの例だと0.2っていうことで1より低かったですよねそうすると確かに口コミのループっていうのはこうやって広がっていくんだけれどもだん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 下がっているモデルになっていくってことなんですよねそれがバイラルな状態 はい。答え いいいううののを達成しててる場合っていうのはですねつまり1を超えるとこれは最初に広告費を例えば出したとしてもそこで打ち止めしたとしても永遠に口コミが続いていくモデルを作ることができるっていうことなんですよね。これマスターしたらどんな状態が企業にとって手に入るかっていうふうに考えるとですね非常に面白いんですけど実は企業が手に入れられるのは無限に無料でアクセスを生む装置っていうのを簡単に作ること これすごいですよね。バイラル係数1以上になれば永遠に無料でお客様がどん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 やってくるような状態っていうのを作ることができるんだっていうことなんですね。なるほどそうかだかだら ツイッターのフォロワー数が低い人がつぶやいたものが2万リツイート3万リツイートになっているのはその投稿のつぶやき自体がめちゃめちゃ面白かったもしくは有益だったそれは問わないですけれどもその理由によってバイラル係数が1を超えたか1以下になったかまあといっても0.9とか0.98とかそういう形になってガンガン拡散をしていた状態だったんだっていうふうに理解をすると先ほどの「 フォロワー数が低い人が起こすバズの。 中身謎っていうのが分かってきたような感じがしますよねこういうですね何か物事の現象がありますその物事の現象を数字的に置き換えて考え直してみるっていうのは非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますじゃあですねとは言っても多くの人がなぜバイラル口コミを起こすことができないのかということを迫っていきましょうなんでなんでしょうねなぜかっていうふうに考えると答えはですね自分のアイデアに一発勝負をかける人っていうのは多い ですね、何かを作ってうまくいくかどうかっていうのは出たとこ勝負でやってみよううまくいかなかったら他のものを作ってもう一回やってみようこういうことで考える人って多くないですかでもですね実はしっかり考えていくとあとちょっとで大成功だったのにもかかわらずその成功のピース成功の階段を自らが殴り捨てているっていうような状態っていうのが実は散見されるわけですね。これっってちょっと 考えるだけでめちゃめちゃもったいないんじゃないかなって気がしますよねそうなんです実は多くのバイラルプロジェクトは一旦やってみてその後修正しない放置するっていう態度を取る人が多いわけですねこうするとある例えばサインアップのコンバージョンだけはめちゃめちゃ高かったのにもかかわらずその後に繋がるっていうところで離脱してしまうぞみたいなことっていうのが容易に想像できるわけですじゃあどうすればよかったのか私たちはバイラルを 手けるることができるのかそしてバイラルをもし手なずけることができれば企業は無料で告知をすることができるようになり例えば売り上げをアップしたければバイラル性を考えたキャンペーンをすることによって最小限の予算で最大の売り上げを得ることができますし例えば人をもっと雇いたいよっていうふうに考えている経営者であれば最小限の予算で多くの優秀な人材の関心を引きつけることに成功することが でできるわけですよねだとしたらこのバイラルを使いこなせるか使いこなせないかっていうのは本質的なマーケティングの問いだなという感じがするんじゃないでしょうかというわけでステップを考えて2個ステップをですね考えてみましょうステップ3つで考えてみましょうまず1つ目のステップなんですけど分解しよううっていうことですねまずバイラルじゃないものとバイラルなものっていうのは何がどのくらい違うのかっていうのを考えてみましょうまず最初にキャンペーンを打ってみたとしてどう どういう数字が取れたかっていうのをフェーズごとに数字をメモるっていう習慣をつける必要があるわけですね。例えば今回のモデルでは最初にサインアップ、まあ登録したよ、そしてシェアをしたよ、そしてシェアをした回数、シェアをした回数から何人が実際にやってきたよっていう、 データをそれぞれぞで取っていましたよねこのデータを分解して保存をするっていう考え方っていうのがすごく大事なわけですねじゃあ実際にやってみたとして分解をしているわけなので何をどうすればバイラル係数が1よりも上に上がるのかっていうことを理解することができますよねじゃあ理解をしたら何をしたらいいんでしょうか改善テストをしましまょうっていうことなんですよ。例えば先ほどでですね20の確率で 会員登録してくれたとしてそしたらそれを40%に引き上げることができないか10%がシェアしてくれて1回シェアしてくれたよってことで考えた時に15%の人がシェアしてくれてさらに1.5回に増やすためにはどうしたらいいのか。 そして最後は10人がまあ来てくれたっていうことを考えた時にその人たちがより増えるためにはどうしたらいいのかっていうふうにですね各コーナーごとにポイントを絞ってそのコーナーごとの数字を一つ一つ上げていく実験 実験改善テストっってていいうのをやっていくことができればさらにですねバズを飼いらすすことがでできるわけですよね、まあ、例えばですね最後の10人大体連れてきてくれるよねっていうことを増やすためには何ができるかって具体的に考えていくと例えば最初に打つ広告っていうのがですねフォロワーがなるべく多い人にやってみようと焦点を当てて打ってみようっていうふうに考えるとここの最後のシェア数ってバカすぎに増えるじゃないですか。だったらそこに対して広告を打つのが いいんだなみたいな気持ちになったりしますよねあとはサインアップをやる会員登録する時の確率をもうちょっと増やしたいぞということがあったとしたらですねどこか離脱しやすいポイントってないのかなっていうことを探していくわけですよまあ、よくやる改善としてはですねなぜか会員登録っていうのはもう目的がはっきり定まっているところなのでそこ以外に行ってもらっては困るわけですよねなんですけどグローバルメニューとかがガッツリバーンってあってですねなんかいろんなとこに移動できるみたいな状態になっているといやちょっと移動してみようか、ね みたいな感じで、まあ、ポチポチとか言って、いろんなところに移動しちゃって、あさっき俺何やってたっけな、うん、忘れちゃったみたいな状態になることって普通にあるわけです。そうすると、これ、もったいない感じがしませんかなので、僕らがやる改善としてはですね、そういうことはやめましょうと。そういうのはやるんじゃなくて、グローバルメニューむしろ外しちゃって、もうサインアップしかできないページにしようとかですね。例えば、Google の API と連携させて、Google アカウントで入れるようにしようとか、Facebook アカウントで入れるようにしようとか、Twitter アカウントで入れるようにしようとかですね。まあ そういう形で会員登録の手間を下げるためにはどうしたらいいのかとかっていうのを考えていくわけですよ。そんな風に一個一個改善をしていくということになります。で、ステップ3なんですけど、バイラル係数ですね。さっき考えていたバイラル係数が1を超えるようにしましょうっていうことなんですね。例えば0.9とかだとですね、だんだん時間が経てば経つほど減衰していくモデルになっていくんですけど、1だとですね、まあ、こう平均的に上がっていくよみたいな形になって、これが1.1とか超えるとですね、このムーンショットのように急 拡大しピューンとですねバズが広がっていくという数字になっていくわけですなのでウェブマーケティング特に口コミを使ってものを広げたいぞということを考える場合っていうのはこのバイラル係数をめちゃめちゃ意識して改善を繰り返すことでよりうまく設計をすることができますし再現性の高いマーケティング手法を手に入れることっていうのができるわけですねじゃあどのののようにして改善のための アイディアを出していけばいいんでしょうか実はですねアイディアの出し方には2種類あるって皆さんご存知でしたでしょうか今回はですねその2種類の内容について深掘っていきたいなというふうに思いますどんな内容なのかというとですねまず紹介したい本なんですがズルい考え方っていう本を紹介していきたいというふうに思いますこれはですねロジカルシンキングっていうものとラテラルシンキングっていう考え方があるんですけどその2種類のアイディアの出し方の うちラテラルシンキングっていうところにですね注目して揃えていった考え方っていうことなんですねこの帯にもあるようにですねそうかその手があっ のかっていうような考え方っていうのがラテラルシンキングって言われる考え方になっていきます今日はですねその2つの考え方どのような違いがありどういう風にすれば自分に取り入れることができるのかっていうのを具体的に紹介していきましょうまず2種類のアイデアの出し方なんですけどラテラルシンキングとロジカルシンキングってありますよっていう話をしましたそしてロジカルシンキングっていうの方がですね多分聞き慣れてると思うのでまずそっちから説明していくと筋道立てて論理的に回答を導き出すと いいう考考え方ししててくわけでですすねそして垂直思考なんですよ一つの考え方を深く掘り下げるそして回答は一つ基本的に一つですねっていう考え方そして常識的経験的に発想をするというのがロジカルシンキングですロジックで考えろっていう、まあ、考え方のことですよねまあ簡単に言うとロジカルシンキングってじゃあラテラルシンキングっていうのは何かっていうとどっちかっていうとちょっと無能寄りなんですね思考の幅を 広げるというのが目的で、水平思考、考え方の可能性を広げるというところにフォーカスを置いています。で、さっき単一の正解っていう風に言っていたんですけど、唯一の正解っていう概念がなくて、たくさん正解はあるよっていう考え方。 なんですねそして自由奔放に発想すると直感を大切にするっていう考え方の違いもどうやらあるみたいですねはあなるほどロジカルシンキングとラテラルシンキング2つの考え方があるのかっていうところまで押さえていただけたのかなというふうに思いますここでですねちょっとクイズをやってみましょうララテラルシンキンキグクイズということでララテラルシンキンキグクイズやってみたいいと思います自動改札機の開発時ある開発者にはですね悩みがあったそう そうなんですね、相互入れ替えによる、えー、複雑な運賃計算を踏まえるとどうしても計算時間が長くなってしまうという問題がありましたさあこれどうすればいいでしょうかというクイズなんですけれどもこれをですねロジカルシンキングで、まあ、考えた時まずどんなアイデアが出るのかっていうのを考えてみましょうロジカルシンキングで考えるとですね例えばコンピューターの処理速度をさらに上げればいいとかですね自動改札機増設せよとかですね、まあ、一見正しいんですけどコストはかかるし受け入れることが難しいアイデアだということが 言えますじゃあラテラルシンキングっていう風に考えるとこれ答えってどんな感じになるでしょうかまあ実際に見ていきましょうラテラルシンキングこれ実際のですねやったことなんですけど実は自動改札機って長いんですよこれあの普段生活してると長いってあんまり思わないと思うんですけど確かに言われてみればですよ自動販売機ってこうなってるじゃないですか長方形みたいになってるじゃないですかここの箇所がちょっと長いですよねこれ本質的にはこのぐらいのボックスでも良かったはずですよねでもそうななっていないんです ですよこれ何でかっていうとピッてやってから計算する前にやっぱりタイムラグがあったそのタイムラグのことを考えるとどうしてもユーザーザが止まってしまうしばらくこうやってあのババーンって出ちゃうので止まままってしまいますよねその問題を解決するために自動販売機を単純に長くした。 っていうことなんですよね、まあ、これをやったことによってですねそのユーザーは自動販売機をのトラブルストレスっていうのが逆に軽減して交通渋滞が起きずにスムーズに移動することに成功したということなわけですね。さララテラルシンキンキグクイズ2 サウスウエスト航空が遅れのない運行を実現するためにやったことは何かというクイズを次にやっていきたいと思いますこれロジカルシンキングで発想するとですねどんな答えになるかということなんですけど、まあ、例えばアナウンスの回数をめちゃめちゃ増やせばいいとかいうことっていうのが一つの例ですよねなんですが一見これ正しいんですけど手間が大きくかかる、まあ、コストがかかる発想になってしまうっていう欠点がありますねじゃあロジカルシンキングではなくてラテラルシンキングで考えたらどうなるかっていうことなんですけど 搭乗券の発行をそもそもやめてファーストカムファーストサーブドこれ早い者勝ちって意味ですねの制度を作ったっていうような発想っていうのがですね この発想になりますこれどういうことかっていうと搭乗券で普通に配られるじゃないでですかでもここはですねサウスウェストはそれを完全にやめちゃったらしいんですねいいですかとか言ってなんかあの簡単な,なんか申し込んだってことがわかるものだけを渡しておいて実際の搭乗券っていう概念をなくしちゃったんですよで来てもらって早めに並んだ人がいい席を取れるよっていう状態を作ったんですねそうするとお客さんが自主的に早く到着するようになってやばいあのいい席取りたいから早く行こうみたいな形になってその結果 遅延がががでできるる可能性っっってていいうううのが低くなったっていうようなたよ事例があるわけですねじゃあここで別の本を紹介しましょうゼロベース思考っていうまあ本なんですけどこの本も素晴らしいですねもう750万部突破してる了書で今世界一読まれている思考法の本とかっていう風に言われてますけどねこれはですねまたちょっと面白いんですよ今までですねこうやって見ていくとなんかラテラルシンキングすげえなーみたいなでロジカルシンキングってなんか硬くてあんまり面白くないなみたいな感じって っていうふうに思ったりしがちだと思うんですけど実はゼロベース思考の中で出てくる例えっていうのはですねまた逆のことを言ってるんですねロジカルシンキングが効果的なケースもあるぞってことを示唆してくれているんですよこれどんなものかっていうとですねまあ、っ サッカーでキーパーがどっちを飛ぶかっていうことを分析したときにサッカーの打つ人はどんな行動をとるのがベストなのかっていうことを注目しているわけですねこれどんなことかってですね実際見ていきましょうンこのようなケースこのキーパーは右に飛ぶ確率が45%左に飛ぶ確率が51%っていう状況があったときにどっちに打ち込むのがいいでしょうかっていうようなクイズがあるわけですねじゃあこれ実際にですねロジカルシンキングで 考えて答えを出すとどうなるかってことなんですけど実は正解はどっちでしょうか正解はこちらですどん真ん中なわけですねなぜかというと真ん中にいる確率っていうのは たたった4%左に飛ぶ確率は51%右に飛ぶ確率は45%なので一見すると右に飛ぶっていうふうに答えている45%の方が打ち込むべきっていう風に考えがちなんですけど全体は100なので100からまあ引いていくとですね真んん中にたただボーートっっっっっ立てっててるってケースっていうのは4%しかなかなですよこれめちゃめちちゃゃロジカルな結論ですよねこれどういうことかっていうとさらにこの本ではですねいろんなことをまあ書いてるんですけどロジカルに考えると真ん中に打ち込む のがベストだとただ一方で一方でですよ例えばこれはワールドカップとかの決勝戦最後このシュートを決めたら逆転をするがシュートを決めなかったら負けてしまうそういう究極の試合そしてそこには国民を背負っていいるるサッカー選手がいるわけですね全国民が応援してます頑張れ,頑張れ いけけ入れれててくれこう言ってるわけですよそのタイミングでキーパーはこうやって睨みつけてる「この野郎絶対止めてやるぞ」みたいな感じで,でそしてキッカーは「こう俺も絶対入れてやるからな」みたいな感じでこう頑張っているそのタイミングで真ん中にサッカーボールをぶち込むってこれかなりクレイジーなんですよねそう。 数字的には真ん中に打ち込むのがベストなんですけどもしですよもし自分が代表として出ていてしかも真ん中に入れてその真ん中で普通にキーパーが「ワッツ!」みたいな感じでパコって取った状況をちょっと考えてみてくださいこれ相当炎上します間違いなく Twitter は炎上です。さっきのバイラルケース 5とかかにななるかもしれないです恐ろしい勢いで拡散されておい真ん中に蹴って真ん中で取られて最後試合負けたじゃないか非国民だみたいな感じになる可能性があるようなジャッジなわけですよこれはやっぱり人間ってなかなかできないっていうことなんでしょうねただロジカルシンキングで考えると真ん中が一番勝つ確率が高いってことが分かっていれば4%の真ん中に打ち込むっていう選択肢が急激に出てくるなーって感じがしますよねそうなんですこんな風にですね実は ラテラルシンキングとロジカルシンキングは。 共に新しいいアアイデアを埋めるるっていうことがかるわわかけです、ね、これですすねねれ要は使いようなんですけどラテラルシンキングだけだとですねなんかあの人ってめちゃめちゃ天才っぽいこと言ってるけどあの人の言ってることってめちゃめちゃ臨機通しづらいわーみたいな資料になっちゃうわけですねいやなんか話してると楽しいんだけど資料に落とし込めないんだよなーみたいな感じの発想になりがちなんですよえなんでこの試作やるんだっけって言われた時にうんなんででしょうみたいになっちゃうっていうことですねで、で一方でじゃあロジカル カルシニン,ングだけだとどうなるかっていうと、堅苦しくて、えー、っとなんかまあ言ってることはまともなんだけど、まあ、つまんないんですよね、要するに。なんで小規模な予算とかちが取りづらくなると。なので2つとも鍛えましょうっていうことなんですよね。じゃあその両方を鍛えるためには一体どうすればいいのかっていうことなんですけど、まあこの間ですね、小川拓さんと僕あの対談させてもらって、どういう風に鍛えてますか、能力って鍛えてますかみたいなインタビューさせてもらったんですけど、そこで言ってたことっていうのがあって、日々ウェブサイトを見て自分が態度変異 をした瞬間っていうのを残すようにしてますよみたいなことが書いてあったわけですねなるほどとでえっ、ー、と紹介したいサイトなんですけど小川さんが始めている試作掲示板っていうのがあるんですねここにはですね自分が生活をしていてその時にあ俺今態度変容してるかもっていう風うに思えた瞬間っていうのをえっ、ー、とひたすらスクショして残しているっていうサイトなんですよ例えばどんな事例があるかって言うとですねお歳暮とか毎年送る商品ってありますよねこういう時にリマインダーメールを登録しますかしませんかっていうよ フォームっていうのがあったりするんですね。 でこれ確かにその通りだなって毎回思うんですけどお世話っていい感じのタイミングで紹介してくれれば、まあもうそれでいいやっていう風に買うかもしれないですよねただやっぱりお世話になってる大切な人に送るので外したものを送りたくないからすごい吟味するのに時間かかるんですよだとすれば一回信頼できていい体験が返ってきた EC サイトだったら信頼できるんでそこのおすすめしてくれてる商品なら間違いないやっていう風に思う心理が働きますよねなんでこのリマインダーメール経由の コンンバージョンレートできっとと高いははずなんですねあとはフッターですねフッターの誘導文っていうのをページによって切り替えているような事例っていうのがですねこの下掲示板の中に書かれていました確かにフッターって大体固定でデザインしちゃうことが多いので1個1個切り替えるって面倒だから意外とやんないんですよねでもこういう風にやられた方が誘導がスムーズになるっていうところを目につけたわけですねあとはコンバージョン後にですねこれ海外のサイトなんですけど正確な家の住所が出てくるみたいなケースっていうのもあるらしくてこれも安心感の演出 をしている素晴らしい ux ですよね、まあ、こんな風にですね少ない手がかりから例えば名探偵であるシャーロック・ホームズっていうのは犯人を捕まえるわけですけれども、まあ、僕たちウェブ解析士っていうのはそういう少ない手がかりから人の笑顔を作ることができるプロだということが言えますなので皆さんもですねラテラルシンキングそしてロジカルシンキングその2つを組み合わせて自分の中で取り入れてそしてトレーニングをしてどんどんですね新しい発想を生めるような人になっていただければというふうに思っております ですね。おやらせてもらってる久保田のぞのアンテナのチャンネル登録ぜひお願いします。そしてツイッターもやっておりますのでぜひフォローしてください。それではありがとうございました。